坂本のりは、日本の政治家。三国町議、三国町議会議長、三国町長を経て、堺市長を務める。1947年2月28日、福井県三国町下屋に生まれる。1969年3月、近畿大学省経学部卒業。同年4月、石油二役名古屋支社に入社。1975年7月、 三国海陸工業取締役に就任した。1983年3月、三国町議会議員に初当選し1998年2月まで4期務めた。この間、町議会議長を務めた。1998年に三国町長に初当選し2期務めた。旧堺郡の4町が合併して発足した堺市長選挙に立候補して、 2006年4月23日に旧丸岡長長を破って初当選を果たした。当日有権者数72,890人、最終投票率 80.6%2010 年4月11日、無投票で再選を果たした。2014年4月13日、無投票で参戦を果たした。12年ぶりに選挙戦となったが、2018年4月15日に、 新人を破って4000を果たした。当日有権者数74,959人。最終投票率52.4%。ありがとうございます。